ボートレーサー芦屋イメージガール夢こと荒木さくらです。ボートレーサー芦屋では明日11月29日から BTS 金峰オープン16周年記念が開催されます。今節は7月の琵琶湖周年で準優勝戦に1号艇で進出し脚光を浴び、芦屋でも前回初優勝と結果を出し始めている石丸海人選手に注目です。また地元福岡勢では高勝率を維持している今村信孝選手や松村聡選手なども出場いたします。そしてボートレース芦屋公式 YouTube チャンネル芦屋 TV では11月29日日曜日に全12レース予想を生配信します。今回はボートレース YouTuber 予想会生配信と題しまして、くるみんさんと室岡くんの2名でお届けします。芦屋サンライズレースを攻略すべくオリジナリティある2人が予想会生配信を盛り上げます。ぜひボートレース芦屋公式 YouTube 芦屋 TV のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは明日からのボートレース芦屋のレースを楽しんでくださいね。じゃんけんぽん、チョキー。